ブラックバス、ブラックバス、ブラックバス、ブラックバス。1925年、芦ノ湖にやってきました。最初は90匹だったよ。それが今では全国区で。あれから100年近く経つ。超人気のお魚です。意外と知られてないけど、食用で日本に来たんです。ワクワクドキドキ。釣りをすればこの気持ちわかるよ。自然に触れるとなぜか親近感が湧いてくる。ねえ、無駄なものは一つもないよ。そうやって地球の命は育まれる。フィッシング TV、 TV。 素人が使ったインプレなので参考になるかは分かりませんが、ほんと釣れない野池で実調したので、ルアーパワーはすごいと思います。特に2匹目のミエバスは違和感なく食べて、しかもラインが横に動くぐらい持っていきましたから。スモラ場での提灯はほんとおすすめできます。シェイキングが得意な人にはぜひとも使ってみてもらいたいルアーです。別にメーカーの人間ではないですが、このルアーで釣りして本当楽しかったので、作ってくださったメーカーさんには感謝ですね。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。
お時間ありましたら他の動画もどうぞ。さらに差し支えなくご迷惑でなければ高評価、チャンネル登録のご協力よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後の最後までありがとうございました。ボーテッペイでした。ボー